大問五二を見ていきます。大問五の二はいつもこういうふうにタンジェント百六十二度の値は次の一から四のうちどれかとこういうふうにサインやコサイン、タンジェントの値を求める問題になっていますまあでもいきなりこれを出すのってまあ無理なわけやね何を使うかというとその前大台文一でもこの値を使ったと思うんやけどここに書いています ここにあるサイン,コサインタンジェントっていうのを次の括弧コ2でも使っていくわけす。サイン18度、コサイン18度、タンンジェント18度が与えられているので、ここからタンジェント162度を求めていくんです。まあでもこれはどうしたらいいのね。前の動画で説明もしたと思うんやけど、ここでは 90度や180度引引くくシシーータタとかの三角比、これを見ていくことになります。どんなやつやったかというとこれやね。1 8 0タの三角比。三角比っていうのは9 0度以上の角です、鈍角でも考えることができてある角、シータと1 8 0度からそれを引いた1 8 0タの関係っていうのはこの三つの関係が成り立つんやね。 そして今見ていくのは、タンジェントです。そうやって見ていくと、タンジェントの162度、そしてここで与えられている18度って、162と18を足したら、なぼなる ?180 になってるんやね。つまり、ここのタンジェント18度は0.3249。 これをうまく使えばさっきの百八十度引くシータの関係からタンジェントの大きさを出すことができるんですどうやっていくかっていうとタンジェントの今求めたいの百六十二度ですタンジェントの百六十二度っていうのは百八十から十八百八十度引く十八度したのが百六十度な百六十二度なわけやねそしてこれっていうのは タンジェント1 8 0く1 8度っていうのは、これに当てはめると、マイナスのタンジェントシータになっているので、ここの部分とここの部分、一緒の大きさを書の角なわけね。つまり、ここが今は18になっているってことなので、タンジェントの1 8 0く1 8度っていうのは、マイナスタンジェントの1 8度になるってことやな。大丈夫ですかこの公式、この三つっていうのは、 そういうふうに使っていくんやねそしたらタンンジェントの18度が0.3249なのでこれのマイナスを取ってあげればいい答えはマイナス0.3249つまり3番になりますよとこういうふうにして求めることができるんです大文語っていうのはここに与えられたサイン、コサイン、タンジェントの値を使っていきますかっこ2でこれをやっていくためには使っていくためには 180度の三角形ですそして回によっては粘度によっては9 0タの三角比が出ることもあるのでこの3つの関係をしっかり押さえて問題の中で使えるようにしておきましょう。